愛知県大府市にあります文化交流の森の中の木漏れ日ホールに来ております。といってもね、あの家から車で5分もしない、3分ぐらいで来れるところなんですけれども、明日私の主催する舞子音楽教室の発表会が行われるので、でそれの前のリハーサルで、さっきまでね、リハーサルしてまして、そしてまだこの会場は、夜まで借りているのでね、せっかくなので配信しています。で生でしたいんですけれども、あの Wi-Fi とかなんかいろいろちょっとね問題があるので、ね、この勝手なことができないから、ここは録画による配信ですけれども、まあ、ちょっと生配信みたいにやりたいと思います。でちょっとですね、あの最近よく私いろんなところで言ってますが、滑舌が悪いんですよね。あの今ですね、コロナのこの最中の中に歯の矯正をしようと思って、で、あのインビザラインっていう、こうあの矯正の、そうです、マウスピースが入ってるんです。うん、わかんないでしょ、キラッとしてるよ、ね、で、あのちょっと滑舌悪いんですよ、ね、でもこれ1日20時間以上しないといけないので、まあ今撮ろうかなと思ったんだけど、撮らずに慣れていかないと、コンサートやなんかもこれでやっていかないといけないので、ちょっと滑舌悪いですけど、よろしくお願いします。若干タンニングも、ノリのいいのになると大変になってきます。はい、ということで、今日もね、あのよく私のライブ配信はいつも2曲パーってやって終わっていくんですけれども、今日も2曲でパーって終わっていきたいと思います。はい、ということで、まず最初に演奏する曲なんですが、糸という中島みゆきさんの曲です。あ、それとですね、今日ちょっとですね、こうライト の, あの感じをどうなんだろうね、あのドームに映ってるんだろう。なんか結構ババアに映ってないかと思って心配してるんだけど、あのなぜかって言ったら、ホールのスポットライトのところで当てるとお金が余計にかかるから、あの前日のリハーサルはあのライトにお金かけない、そしたら上からのライトだけなんで、若干あのこんなことなら女優ライト持ってくればよかった、うちにねこのくらいになるんですよ、女優ライトが。それがあの残念ながらねないで、ごめんなさい。で皆さんはあの2人はそういうことでマスクをしてもらってます。いや、あの感染防止対策ついでに、顔を隠してます。はい、ということで私だけ晒しておりますけれども、あんまりアップにしないようによろしくお願いします。ということで、何何糸、あ、名前紹介するの忘れてました、すいません。はい、それでは今日はね、スペシャルな伴奏者の方にお願いしております。ピアニスト伊藤真理子さんです。よろしくお願いします。でもエレガント伊藤真理子、この宮田裸祭りの、もうね、お膝元に住んでらっしゃる裸祭りに、あの、あの、こうなんですね、ごめん、甲の宮のね、甲の宮の裸祭りのね、はい、あの、揉まれてらっしゃるけど、でもあれですね、裸祭りの神事も今年もね、はい、そうですね。
Thank you.
パーカッション上野智